さん、こんにちは。ティンダーのミヤクーボイ、キントクです。タゲテで有業コーチで、現役時代、西部、阪神、海外に行った、えー、あの選手、立花義江さんの凄さ、1年目からもう120試合以上と大活躍、恐怖の7番打者として、本当にホームランもまあまあですけどもね、打点も得点塁もまあまあです。確かに西部の黄金時代を支えた7番打者、すごいですね、はい。総合阪神へ1年だけ移籍したんですが、2位に躍進しましたが、この年限りで退団。 確かに活躍はしてますね。海外に席籍した後、引退。その後、ダイエーホークス、オリックス、ソフトバンク、西武楽天のコーチを務めております。確かに有能なコーチでございます。いろんな打者を育て上げたそうでございます。以上です。バイバイ。